琴平駅は、香川県中田土郡琴平町へ内にある、四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は、D15。駅表示パネルのコメントは、コンピラさんの駅、2面4線のホームを持つ、地上駅。基本的には、単式、島式2面3線だが、後に、駅入れ替え要員の無配置化により、駅舎側の短式ホームに切り込みを入れたところを一番線とし、 列車が一本発着できるようにした。緑の窓口設置駅。早朝、夜間は無人。ただし、イベント開催時は終電まで有人となることがある。当たり駅は、電区間の終端で、河川は、香川県道206号、原田琴平線と交差する、踏切の先で途切れている。特急列車を含む、全定期列車が停車する。土産線の、 近距離輸送列車は当駅を境に運行形態が分けられている。これについては土産線地域輸送を参照。駅舎側から1番線が上り折り返し線、2番線が上り本線、3番線が下り本線、4番線が上下副本線となっているが、1番線以外は両方向の入線、出発に対応しているため、 特急をはじめあたり駅をまたいで運行される列車は、両方向とも駅舎に面した2番線に発着することが多い。洋風建築の歴史ある駅舎で、2012年、国の登録有形文化財に登録された。登録有形文化財1日平均の乗車人員は、以下の通り。クリップ、琴平駅の位置関係黒、日本国有鉄道琴平駅赤。 高松琴平電鉄琴電琴平駅緑、琴平三宮電鉄琴三琴平駅富士、琴平急行電鉄琴、と、旧琴平駅駅前のタクシー会社の建物にはかつて、FM コンピラが入っていた、琴三バス、水戸吉、コミュニティバス、四国両客鉄道、土産線快速、三ポート、全通寺駅琴平駅普通全通寺駅,駅、琴平駅、潮入駅 ABC、 佐ぬき鉄道開業120年記念した災内イベント23日四国新聞 JR 四国琴平駅改修一部完成し本駅舎での営業を開始交通新聞土産線琴平駅の本駅舎移転のお知らせ四国旅客鉄道オリジナルの2016年12月18日時点におけるアーカイブ http://web.archive.org/web/20161218134235/http://www.jr-sahikoku.co.jp/.03? ニュース、プレス、2016%2011%2029?pdf2016 年12月18日へ閲覧。 JR 四国琴平駅三代目駅社会行事の姿に交通新聞香川 JR 琴平駅往年の姿再現四国 DC の玄関口朝日新聞 httpww. 朝日 .com articles アスク 3J3V88K3 JPLXB00CHTML8 JR 琴平駅観光キャンペーンに向けリニューアルレトロな雰囲気毎日新聞 https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュ a RTICLES スラッシュ20170318スラッシュ TTL スラッシュ K377 スラッシュ040スラッシュ 451000C8。45琴平駅列車接近放送メロディー、コンピラ船船の導入について、四国旅客鉄道、琴平町、2017年5月6日閲覧、JR 四国の観光地アクセス駅における愛顧化サービス、二千二十年三月十四日に、 サービスイン。四国旅客鉄道、西日本旅客鉄道、オリジナルの2020年1月28日時点におけるアーカイブ。 https://web.argive.org/.web/.20200128080358/.http://www.jr-s-a-i-k-o-k-u.co.jp/.03newspress 2020%2001%2027%2004pdf2020 20 2020年1月28日閲覧。観光地へのアクセス駅で新たに愛国家がご利用できるようになります。四国旅客鉄道、西日本旅客鉄道、オリジナルの2019年12月23日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 9 1 2 2 3 2 3 9 2 7 h t t p w w w j r s h i k o k u c o j p 0 3 n e w s p r e s 2019%2007%2029%2004pdf2019 20 2019年12月29日閲覧、香川県内の登録有形文化財香川の文化財一覧文化遺産の継承障害学習、文化財か香川県教育委員会、愛媛県統計年間2008年度以降は、会社案内 JR 四国、ありがとうございます。